はい、ということで皆さん、こんにちは、トマト兄さん、チャスです。今日は初の料理企画ということでやっていきたいと思います。本日やる料理は、手間暇かけずに簡単にできるズボラ飯、トマト料理を、今日は作っていきたいと思います。イエイイエイ。で、僕が今回ご紹介するのは、こちら、トマトラーメン。作っていきたいと思います。ということで、まず材料をご紹介します。ベルモントさんのトマトジュースですね。3種のミックスチーズ、ポカレモン、塩コショウ、プレミアムのトマトですね。これオリーブオイル、ね、生ニンニク、ほうれん草、ラーメンの素、これを使って誰でも簡単に作れるズボラ飯、トマトラーメン作っていきたいと思います。チャス、トマトクッキングスタート。はい、まずですね、こちらにトマトジュース 500ml 入れます。はい、そのまま入れちゃいますね。で、入れましたら次これを沸騰させるんですけども、ちょっとドクドクね、湯気が出てくるまでトマトジュース煮込みます。ちょっとグズグズしてきたんで、麺の素投入したいと思います。こちらね、 GO。 これが柔らかくなるまで煮込みます。ここでポイントなんですけども、ちょっとドロッとしたスープにしたくない場合は、全部トマトジュースじゃなくて半分水ぐらい、半分水入れてください。お、いいね、沸騰してきたね。あ、イエス。もうちょい沸騰します。入ってたトマトスープ入れます。熱い。ちなみに今は中火でございます。うまそうだ。こんぐらいですかね。これで一旦火止めます。で、一応これでもうほぼほぼ完成なんですけども、今度上にね、乗せるトッピング材料を作っていきます。このほうれん草を2分40秒ですね、チンします。はい、ほうれん草できました。解凍しました。フライパンで炒めていきたいと思うんですけども、まず生ニンニクのチューブ投入します。チャッパー。そしてオリーブオイルも垂らします。コレステロールゼロ、フルーティーでまろやかな味わい、ほうれん草炒めていきたいと思います。炒め終えたらお皿に乗せますですね。はい、こんな感じでございます。で、最後こちら3種のミックスチーズをパラパラと入れます。もうちょい入れちゃうかな。そしてあとはこれ好みなんですけど、塩コショウを振りたい方を振って、あとちょっと酸味欲しかったらポッカレモンを振ってください。それで最後極めつけがこちらですね。一粒一粒センサー選別、糖度11度以上だけを選んだトマト、ライフプレミアムミニトマト、千葉県産ですね。こちらこの量で490円でした。糖度11度以上なんで、すごい 甘いと思います。こちらを投入していきたいと思います。じゃあ最後周り円作りましょう。ということで完成しました。ズボラ飯トマトラーメン完成でございます。はい、ということで、出来上がったズボラ飯、うわうまそう、トマトラーメン食べていきたいと思います。いただきます。美味しそうっすね。いきます。うお、すごいドロドロな感じ。いただきます。めっちゃまゆー。あ、美味しいっすね。あ、めちゃめちゃ美味しい。うん、あ、汁なしラーメンみたいな感じで、まあ、ほぼほぼ汁が今ドロドロしてるんでない感じで、なくて、それでこのやっぱほうれん草とね、トマトジュースのチーズ合いますね。美味しいっす。いただきます。うん、チーズもっと入れたいぐらいです。うん、で、このね、糖度11度以上のプレミアムトマト、甘いでございます。うん、うん、もっとチーズ、
トマト尽くしで最高っす。完食しました。すごい汁も全部。ごちそうさまでした。はい、ということで、今回トマト料理企画ということでズボラ飯トマトラーメン、作ってみたんですけども、結果ねめちゃめちゃ美味しい。そしてトマト好きにはたまらない。そして時間がない時でもすぐに作れてがっつりお腹にたまるということでご紹介いたしました。よかったらですね、時間がない時に作ってみたりとか、あとね、あんまり料理しない、男性の方でも、これを機にね、トマト摂取、簡単にできると思います。がっつりよかったら実践してみてください。では、本日のトマト料理企画ズボラ飯トマトラーメンの回でした。次回は何でしょうかね。次回もまたトマト料理、紹介していきたいと思います。ではチャスでした。バイバーイ。熱い汗やばい。